イギリスに旅行に行った。貧乏旅行だったから長距離バスが移動手段。イギリス出国の日、時間を勘違いして乗る予定だったユーロラインズのバスに乗れなかったんだ。最終便も満席で乗れなかった。目の前で最後の一人が乗り込んでいく瞬間はまさに絶望だった。だってそれに乗れなきゃ深夜のロンドンをさまよう羽目になるんだから。ビクトリアコーチステーションのユーロラインズの隣のカウンターにはメガバスのカウンターがあって、一縷の望みをかけて、そこでイギリス、オランダのバスチケットはあるかと聞いたら、チケットカウンターに行ってくれという。バスターミナルの端から端を走って着いたチケットカウンターは、たった一人のおっさんがいるカウンター以外は閑散としていた。そのおっさんのところに行って、アムステルダム行きのチケットはあるかと聞くと、おっさんはあるという。それだったら早くくれ。出発時刻まで20分を切っていた。ところが、チケット購入のためにパスポートを出した瞬間、おっさん歓喜。おう、お前日本人なのか。俺は日本に住んでたことがあって、今も毎年日本に旅行に行くんだという。たまたまおっさんの住んでたところと自分の地元が近くて、そう答えると、まあ出るわ出るわ、日本土産。デスクの引き出しから写真を取り出しては、ここらは知ってるか。小物を取り出しては、これは知ってるかと。おっさん曰く、日本が恋しい。ものすごく素敵な場所だった。早くまた道後温泉に浸かりに行きたい。日本に行くためにここで働いていると。正直その時はバスの時間が迫ってて、はよ話し切り上げろやこらと思っていたが、今となってはイギリスを出れるか、次の工程に間に合わすにはどうすればいいかで、焦りまくっていた自分に少しの和みをくれたおっさんにめちゃめちゃ感謝している。ここらにはたくさんの人が来るけど日本人は少ないと処分としていたおっさんのために、皆さんどうかバスでイギリスないしヨーロッパ旅行をしてあげてください。イギリス、オランダは約12時間の夜行バスが、その時は20ポンドと格安です。平成になったばかりの頃、仕事で来日したイギリス人と飲みに行った。最初はまあ普通に会話していたが、酔いが回るにつれ、イギリス最高、イギリス、ま、んせーって言い出してきた。俺も、ああそうだね、かつての大英帝国の栄光だね、って話を合わせていたが、イギリス人、我が大英帝国にはないものはない。日本にあるものは、すべて英国にある。少しカチンときたので、俺、イギリスになくて、日本だけにあるものはある。それは、美味しいフィッシュ&チップだ。イギリス人爆笑。ってことがあった。